はいどうも皆さんこんにちは。今回はマーベルと DC の今後のことについて見ていきたいと思います。マーベルと言いますと、今後はドクターストレンジの映画からマルチバースが登場することになっており、こちらは MC を変える大きな出来事の一つとなります。この映画の監督はサムライミで、スパイダーマンシリーズの監督も行ったということで、何かしらトビー・マグワイア版のスパイダーマンとの関わりも予想できますし、別の世界から別のヒーローであったり敵が登場するということで、シークレット・ウォーズなどにもつながるはずなので、このマルチバースの登場はかなり重要なものと言えます。一方 DC はどうかと言いますと、実は DC でもこのマルチバースと同じようなものを登場させる計画があります。DC でのマルチバースと言いますと、ドラマシリーズでのアローバースであったり、クライシス・オン・インフィニティ・アースなど、これまでの DCEU の映画ではなくてドラマの方で展開されています。そもそも DCEU は2008年のアイアンマンから始まったマーベルの MCU と同じような形で全てのキャラクターの世界がつながっているというものでしたが、こちら現在は自然消滅のような形となっています。一番初めに公開されたのが2013年のスーパーマンを描いたマン・オブ・スティールで、その後バットマン VS スーパーマン、そして最終的にはジャスティスリーグへとつながっていきましたが、なんとこのジャスティスリーグが一番興行収入が低かったという最悪の結果になってしまっています。しかしその後公開されたワンダーウーマンであったりアクアマン、またジョーカーなどの単体作品ではそれを上回る人気作となっています。一応ワンダーウーマンもアクアマンもジャスティスリーグから引き続き同じ俳優が演じており、同じキャラクターとはなっていますが、その2つのキャラクターのつながりというのは全然描かれていなくて、唯一ちょっとだけスーパーマンとのつながりが描かれていたのがシャザムで、映画の最後ではシャザムの隣にスーパーマンが現れましたが、顔までは映されずに終わっています。また一番最近公開された DC 映画のバーズオブプレイも、こちらも他の世界とつながりがあるというものではなくて単体作品となっています。そもそもマーベルも DC もこれまではお互いにスーパーヒーローの単体作品だけを作っていました。マーベルでの MCU が始まったのも2008年からで、それ以前もマーベル映画は公開されていましたが、その世界のつながりというのは全くなくて、一つの閉じられた完結した話となっています。これは DC でも同じで、昔からスーパーマンやバットマンの映画は作られていますが、それら別々のスーパーヒーローをマルチバースだったとして登場させるようなこともありませんでした。しかしこれが大きく変わったであろうことがソニーが作ったスパイダーバースでした。こちら別世界から登場したスパイダーマン同士が結集して戦うというもので、コミックでのマルチバースをそのまま登場させる形となりました。そしてこの映画がアカデミー賞を受賞したということで、マーベルスタジオであったり DC はこのマルチバースを意識したはずです。そしてどうやらマーベルも DC もこのマルチバースを登場させるのは2022年となっていきそうです。 MCU で本格的にマルチバースが登場するのはおそらくドクターストレンジ2からということで、この公開日から考えますと2022年ということになります。一方 DC のマルチバースも2022年に登場するようで、こちらは新しいフラッシュの映画でマイケル・キートンを演じるバットマンが登場するようです。マイケル・キートンと言いますと、1989年に公開されたバットマンの映画で主演のバットマンことブルース・ウェインを演じています。そしてどうやらマイケル・キートンはこのフラッシュの新しい映画でバットマンとして登場する話をしているそうで、別世界のバットマンとして登場することが考えられます。そしてどうやらこのマイケル・キートンを演じるバットマンが MCU でいうニック・フューリーのような役割を果たすのではないかと言われているようです。ニック・フューリーと言いますとヒーローを集めて、そしてスーパーヒーローチームを作った張本人で、新たな DC ユニバースとしてはこのような役をマイケル・キートンを演じるバットマンが行っていくのではないかということです。考えられることとしましては、おそらく今後ジャスティスリーグで登場したように同じ世界のヒーローが再び集まるというのは近いうちにはないかもしれませんが、成功した単体作品のキャラクターを別世界ということで集めて、別世界のキャラクターから構成される新たなチームなどを作る可能性もあります。つまりこの場合、ジャスティスリーグにも登場してその後単体作品が作られたワンダーウーマンであったりアクアマンなどの映画は、単体作品で描かれていた物語というのは完全に別世界だったという可能性もあり、そもそもそれぞれ描かれていた世界が違ったということで他のヒーローの共演がなかったと考えることもできます。一方シャザムであったりジョーカー、バーズオブプレイも同じような形でそれぞれ全く違った世界を描いているとすれば、今後つなげることも可能です。今後すぐにでもつなげられそうなのがシャザムで、最後スーパーマンが登場していますが、ここでは顔は映していません。この時のスーパーマンのコスチュームはヘンリー・カビル版のスーツでしたが、ヘンリー・カビル版のスーパーマンではない別のスーパーマンとして描くこともできます。
つまり最初の DC ユニバースでは MCU と同じように一つの世界の中で複数のスーパーヒーローがいて、そのスーパーヒーローが集まるという展開でしたが、今後の DC のマルチバースで考えられるのは、歴代のスーパーヒーロー映画の中で人気があってうまくいっているものをマルチバースを使って結集させるという流れです。しかし歴代のスーパーヒーロー映画といっても俳優の年齢的な問題もあるため、そこまで遡って昔の映画に登場したキャラクターをそのまま踏襲させることはできないはずです。例えばスーパーマンの代名詞ともいえるクリストファー・リーブは、以前の動画でも言いましたが全身麻痺になってしまい、その後亡くなってしまっています。また先ほど話したブルース・ウェインを再び演じるかもしれないマイケル・キートンに関しても、現在68歳というかなりの高齢です。一番初めにバットマンを演じた1989年の時に38歳だったということを考えますと、そこから30歳年を取っており、さすがにバットマンとして戦うには年を取りすぎていると思います。そのためマイケル・キートンがフラッシュの映画で登場してもバットマンとして戦うというよりかは、あくまでも引退したブルース・ウェインを演じるなど、先ほども言ったようにマーベルでいうところのニック・フューリーのように指揮を取る側に立つことが考えられます。また一つ問題になるのが、マイケル・キートンも MCU にもバルチャーとして登場しており、今後モービアスの映画でも登場することが分かっているため、そこがどうなるのかということです。マーベルと DC はお互いライバル会社ということで、お互いの映画に同時に出演することができないということになっています。つまりどちらかと契約をしているときにもう一方の映画に出ることはできないということで、ここの調整をどうするのかという問題があります。今回は今後マーベル DC でマルチバースが登場することについて見てきました。皆さんはこれについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。